アダソリス・マンゴリーンススのホロタイプアイム100、2との大きさ比較図アダサウルスは、中世代白亜紀後期末期のマーストリヒチアン期に、当時のアジア大陸の一角に生息した恐竜である。竜板目住脚アモクドロマヨサウルス科に分類される。小型で二足歩行の肉食動物であり、孔子の第二子に釜状の鍵詰爪を持っていた。俗名は、 モンゴルの神話に登場する悪霊の名である、アダト古代ギリシア語で、トカゲを意味するソーロスから作られている。唯一の種である、A マンゴリーンススの種商名は発見国のモンゴルに由来するものである。1983年に、モンゴルの古生物学者、リンチェン・バルスボルドにより命名、記載された。アダサウルスは、原生鳥類に近縁な恐竜のグループである。 ドロマエオサウルス科に属している。ドロマエオサウルス科には他にデーノニクス、ペロキラプトル、ミクロラプトル、ブイトレラプトルなどが含まれている。家内でのアダサウルスの類縁関係はよくわかっていない。伝統的にはトカの命名元であるドロマエオサウルスや大型のユタラプトルと共にドロマエオサウルス赤に分類されている。しかし、最近の研究ではベロキラプトル赤である。 可能性もあるとされている。アダサウルスの二つの標本がモンゴル南部ゴビ砂漠にあるネメグト層で発見されている。ホロタイプアイム1 20は部分的な頭骨を含む不完全な骨格で、他に尾の後部を除く脊椎、骨盤の三つの骨、肩体、甲子が含まれている。第二の標本パラタイプアイム100。 51も同じ論文に記載されており、こちらは別の骨格の後足を含む下半身で構成されている。両表本とも現在はモンゴル、ウランバートルにあるモンゴル地質研究所に収蔵されている。ネメグトルイソの地質年代は正確には分かっていないものの一般に白亜紀後期マーストリヒトキのものと考えられていて、 アダサウルスは7200万年前から6600万年前に生息していたと推定される。この類相からは他に、ティラノサウルス類のタルボサウルス、オルニトミムス科のアンセリミムス、トロオドン科のザナバザルやハドロサウルス類のサウロロフスが発見されている。ありがとうございます。